マキオンタイマンやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日のゲストさんはですね、ターくんさんですね。よろしくお願いします。ターくんさんとタイマンやっていくからね、5本勝負よ、5本勝負。まあ、3本取った方が勝ちかな。それじゃやっていくんですけど、今日私が使う機体のプランですけど、赤い機体プランですね。これ何回も聞いたことあるね。多分過去にも使ってますね。ただその赤い機体の内容はおそらく一新しているでありましょう。予想してみてくださいね。私が赤い機体5体使うんで、どんな機体出すか予想してみてください。それでは早速1戦目参りましょう。はい、始まったよ1戦目。まあ、1戦目使う機体はもうバレていましたね。ザクアメイジング、マジか、星ゼロか。いや、しかしフリーバトルで少し操作確認はした。武装の確認はしました。安心してください、頼むよ。全力でいきます、よろしくお願いします。ペネロペ、どう潰せ、どう潰せ。格闘入れたい、格闘入れたい、格闘入れたい、格闘入れたい欲が強いが痛い、痛すぎる。さすが3000コストのカリフですね。そう、負けたくない。追加装甲はもう剥げている。いいぞ、当たってるぞ。しかし実弾では相性悪いか。こちらは実弾消されてしまうぞ。敵のビームに消されてしまう。これつらい、これつらい。近づけません、近づけません。遊ばれている、完全に遊ばれている。くそくそくそ、ハリスケ、ハリスケ、オッケー。こっからなんよね、こっからなんよ。来いよ来いよ、振ってこいよ。格闘時間を稼ぐつもりか。ここフェイント入れて、オッケー。学生はそれ削れないか、削り切ってくれ、削り切れない。張り付け、張り付け、くそー、逃げられる、逃げられてしまう。これまずいか、これまずいか、ここに落とさないとまずいか。これまずいよね、相当まずいよね。一番根性乗ってるペネロペって一番まずいよね。残る残る、オッケー、やったぜやったぜ。ほらよ、ダメか、暗覚溜まってる。覚醒抜けでも何でも使って全力で落とす。くそー、かすった。ブースト有利取るしかないな。ブースト有利取って敵が行動した後、例えばこのタイミングで撃てば一発くらい可能性あるか。オッケー、いよいよいよ、くそー、覚醒技ぶっ破も届かん。これ厳しい、一方的だ、マジで一方的な試合になってる。これメインサブで、オッケー、ハリスケ、ここでハリスカネード、うまい。それ格闘拒否うますぎ、これしんどすぎ、このバトルしんどい。ブースト有利取って、オッケー、そういうことだ、そういうこと、分かってきた分かってきた。時間やばいよ、クソ、メイン切れてるし、これやばい、これやばい、オッケー。これまだわかんねえ、これやばいか。30秒、これ危ないよ。何これ、わかんない、わかんない、わかんないけど、サブは何、特殊は何。ちょっと待って、許してよ、覚醒さんの負けたのに
こんな清々しい気持ちになる。面白いなこの機体。さてこれ2戦目だが、敵は変わらずペネロペ。なんと超えてこないの？マジで？しんどいんだけど。ペネロペ嫌いなんだけど、やめてよ。ペネロペやめてよ。お願いだから。ペネロペやめてほしいが正直なところ。しかしこっちは使いやすいビームライフル。赤枠かい。かなり動きやすいです。さっき決まるとは違うか。情けないバトルはもう見せない。もう見せないと、そう固く誓います。しかしそのムーブマジでしんどい。そのムーブされるだけでしんどい。それつらいって。それつらいよね。届かない位置。あー苦しい。ほぼノーダメージ敵。いやしかし敵メインダンスないんじゃない。いいよいいよいいよ。そしてサブめっちゃ当たるなこの人。サブめっちゃ当たってくれる。痛い全角溜まってる。やばい格闘拒否うますぎる。これ行くしかないね。かっこいいぜ。決めた。完璧です。そして次元強化も出していきます。オッケー近づけ。いいぞいいぞ。少しずつ有利取っていく。それうまい。それうまいって。これやばい。痛いか。半角溜まってる。オッケー。ここで少しでも削れ。パワー切れかよ。オッケー。嘘でしょそれ。それしんどすぎる。もうちょっとで倒せそうなのに。貴様泣く。これかなりまずい展開になってきたか。そろそろ焦らないとまずいか。さあ3試合目です。なんとキュベレイでぶつけてきてくれた。キュベレイでぶつけられました。負けられません。赤キュベレイ、こいつはかなりいい機体と聞きます。サブ飛ばして、サブ飛ばして、アメキャンもあります。いいよいいよいいよ。くそ痛い痛い痛い。これ格闘合戦の可能性もあるか。格闘合戦の可能性すらあります。くそそれつらい。しかし一回盾すれば覚醒たまるよね。飛ばして飛ばして飛ばして。それやばいよ。それつらい。死んでしまうのか。敵ノーダメでしょ。どうなってんの。どうなってんの。こっちも横角かなり強いはずだが、しかしコンボは決まらない。敵のこのプレッシャーだけマジで気をつけて。プレッシャー食らったらもう終わるぞ。そっから終わりの展開やぞ。オッケー当たんねえのそれ。オッケー使っとけ使っとけ。いいよいいよいいよ。それを出しておく。ほらほらほら、敵もビビりっぱなしでしょう。
ほらほら、サボ飛ばして、カス当たりでもいいからしてくれよ、頼むって、カス当たりでいいから、これ素晴らしい、これかっこいい。一時的にほんの少しだけリードしています。その着地絶対狙う。いやこれだもん、決めらんないんだもん、決めらんないのが僕だもんね。こっちも格闘競技のバトル行くか、敵結構格闘振ってくるぞ。いいよいいよいいよ、敵の得意な間合いに入られちゃダメ、こっちの得意な間合いで一方的に盾もします。いいよ、少しずつリード取っていく。オッケー、これまずい、いいよいいよいいよ、危ねえ、これよつらい息を潜めていたが、そんなの見え見えです。ガンガンサブ飛ばして、サブ飛ばして、サブ飛ばして、で少し忘れたところで格闘 CS 仕込んで、こういう時オッケー、この勝負ものにする、ものにするぜ、やれやれやれ、ここで決めるんだ、ここで決めるんだって。いいよ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 、飛ばして飛ばして、覚醒技も使って、オッケー、ゴリよっしゃよっしゃ、一本取りました、一本取り戻した。こっからよ、立て続けに3本取って大逆転勝利、それが一番熱い展開か。多分そろそろね、赤い機体プランだなってのバレてんね。そしてここでエピオンか、頼むって頼むって、それはしんどいって。射撃を有効に使うしかなさそう、射撃有効に使って詰められたら終わる、詰められたら終わる。オッケーオッケーオッケー、これでちょっと汚えけど、ごめん汚え、こんなん見せらんねえけど、こんなん見せらんないけど仕方ないよね、勝つためだからね。ちょっとここで負けらんないマジで、クソ玉切れ、オッケー、そこ取る、ごめん汚くいくよ、少なくともエピオン1機目は汚く倒すわ。オッケー、ほらライフ怖いっしょ、オッケー、確定どころだけ、格闘を振るのは確定、確定で入るところだけ、サブです、これセコい、セコい、これは呪い殺される、こんなんしてたらくそ、しかし振りに行けばこうなる、あぶねー、しかししんどいか、これ振りに行ったらこうなってしまうんだよな、うまい、いいよいいよ、ダウン取った、ムチ気をつけて、ムチ気をつけて、ムチだけ気をつけて、サブとかとりあえずばらまいて、くそー発生は勝てないって、エピオンに発生は勝てないって、いいよ、これ決める、ここで決める、決めます、ちょっちょっちょっとちょっと待って、オッケー、影からのひょっこりはんです、ありがとうございます。2-2に並んだ、正直言ってこっからですから、本当のバトルラストいきましょう。さあこれが
5試合目これで勝った方が勝ちだが、それ熱いわマジで、ありがとうマジ熱い。純粋におそらく使える機体とかそういうのを考えてません。あれですね、もう組み合わせ、一番熱い組み合わせを持ってきてくれた。これは感謝感激雨あられ、ありがとうございます。これ嬉しいな、そういう気遣いめっちゃ嬉しいわ。オッケー、コンボミスごめんなさい、ダサかったです。オッケー、前派生決めていく、完璧です。そこを狙え、オッケー、ごめん汚くいくよ、自身が作り出した魔物が汚くいく、この分からずや、ここまで逃れられんよ、オッケー、少し遅いぞハンジェル、それを拒否したい、それを拒否したい、横隠れ振り返せるか、いや岩キックして、岩キックして、岩一歩おとりにして、岩キックして近づいて、オッケー格闘よ、岩おとりの格闘です。少し遅いぞバンジェル、そこだ、バズもおとり、バズ打つタイプの人だって思わせておいて、ゲロビ置いて岩キックして、岩おとり、岩で近づく、バズを打つ人だと、まだ植え付けます、まだ植え付けます、ゲロビも置きます、射撃特化なんかな思わせておいて、ここで F 角だということを思い出させる、オッケー強い、だから覚醒中のシナンジュは恐ろしく強いです。ありがとうございます。ただこの後エピオンマッチあるんでよろしくお願いします。正直なところ申し上げますと、先ほどの5試合よりもずっと意味があります、このエピオンマッチ、しかもミラーマッチ。確かに取れる、純粋にエピオンを使いこなしている方が勝つ、そういうバトル。 N 格闘でねじ込みたい、 N 格闘でねじ込みたい、敵の着地にフォーミングダッシュからの N 格闘でねじ込みたい、着地を N 格闘で取る、そういう期待だと思っています。完璧、見ててもね反応できないのよ、このエピオンってのは動きが速いから突撃されると慌ててしまいます。うまい、それしかもちゃんとラッシュしてくるし、オッケー、これ削った、クソコンボだったが削った、リードは取っています、リードは取っています、危ない、逃げます、オッケー、これまずいか、反撃確定か、くそー危ない、逃げて逃げて、しびれさせて逃げて、オッケー、いいんです、コンボが重要なんじゃない、敵を殴って恐怖を植え付けることは、それが重要なんです、オッケー、恐怖を植え付けて、うまいな、無知の間合い知ってます、しかしこっちが圧倒的に有利、これは決める、ありがとうございます、熱いバトルでした、ありがとうございます、楽しかったです、ありがとうございました、ターくんさん、ありがとうございます。さて始まりました、おまけ枠ですね、なるほど、オールランダムにしてきたんで何が当たるか分かんなかったけど、もしかしたらターくんさんもランダムで選んだのかな、熟練度星ゼロのアバランチエクシア大丈夫か、しかしこっちのゴッドは、俺はゴッドは結構使っているぞ、これは僕が圧倒的に有利な戦い、おまけ枠になってしまうか、タークンさん、いやでも特格の使い方知っている、特格がキャンセルでつながるということを知っている、アバランチエクシアの武装を全く知らないわけではなさそう、これは楽しい、楽しいバトルになる、
しかしこっちにはスーパーアーマーありますよ。フィンガー、フィンガー、くそー、まずい、スライダー。しかしこのゴッド、いい覚醒、ゴッドシャドウ、覚醒抜けからの反撃確定、おそらくあるでしょう。これメインで、オッケー、掴み直せるか、掴み直せる、もう一回、くそ無理だった。しかしこれは高火力、メインで、メインで、ここは掴む。そして半角溜まってます。敵が覚醒してこっちがコンボもらったら反撃確定にするか。これでコンボもらうようなことがあれば、オッケー、大量の拳、うまい。いや抜ける間もなくよ、抜ける間もなかったわ、コンボ早すぎたわ。うまいか、これ抜ける、オッケー、おーらこれなかなか熱い展開になってきた。よし、一度格闘をおとりに振る、格闘をおとりに振ります。こっからの CS3 を打ちたかったが、うまい、上手に迎撃、格闘をおとりに振って、これよ、当たらないだと、どんな動体視力してんだよ。オッケー、やばって、ミスった、うまいけ、うまりきめる。くそ、格闘振ってこないで、来ないで来ないで、射撃は防ぐよ。これは風格で行くしかない。目の前の敵に風格、そんな突進速度速くねえぞ。前格闘決めて決めて、絡まってる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 、危ない危ない危ない、これやばいんじゃない、やばいんじゃない、無駄だ、これやばいかも。いや、シャドウは張るより、ガードしたいガードしたい、射撃してきて、馬で行け、どっちが一発食らっても死ぬぞ、怖い怖い怖い、射撃してこい、そこです、オッケー。熱すぎる、たーくんさん熱すぎる、本当にありがとうございました。楽しいバトルでした、ありがとうございます。ぜひまた一緒にバトルしましょう。ありがとうございました。